青葉特比。画像右横に崖を下る通路が存在。恵比寿島、または恵比寿岩は、北海道小樽市に位置する島の名称。北海道小樽市のハリウス地区、超薄海岸に位置する小島。小樽パック八景の一つに数えられている。小樽市の鳥である青葉とが飛来していたことで知られる。以前は弁天を祀る祠が建てられていた。かつては、 ハリウス地区に混流された勝又木風雨の青葉特比の奥にある通路を下って、島へたどり着くことが可能であった。北海道旅客鉄道箱立本線ハリウス駅が廃駅となり、超薄海水浴場も閉鎖されて以降、島への一般通路は封鎖され、漁業者の私有地を通らなければ立ち入ることはできなくなっている。恵比寿島というのは、 おたるない場所請けおびと、恵比寿屋の番屋と魚場が島の眼前にあったことに由来する。この船着き場を、古老は、岡田の館と呼び、令和3年現在でも、漁師小屋が数軒建っている。昔の地元漁師は単に島と呼んでいた。島の上に、弁天の祠があった頃は、弁天島あるいは超薄弁天島とも呼ばれていたが、現在は、祠が消失している。 アイヌ語地名は、ワウシリ。天保12年に描かれた今井八十九郎の地図には、マウシシレートの地名が振られており、松浦竹四郎のぐる裏日記には、ワウレーナイシュワウシレートの地名が記録されている。島から1キロメートルほど東に、かつて存在していた集落が、ワミギジリと呼ばれていたが、この地名は、もともとはこのエビス島のことを指していたようだ。 長田地名海には、ワオシレートとあり、アオバトがこの島に巣を作ることからその名で呼んだと、仲介している。アオバトの飛来する島として知られており、昭和60年には200羽、前後生息していたことが観察されている。左が、アオバトイは、右が、ノコギリガン、常水道エビス島の大岩西側にある。明治12年に、 ジョセフ・クロフォードの指導の下で改作されたトンネル。後に、鉄道用に転用されたが、鉄道の伏線化に伴い人道用に戻った。現存しているが、天井が一部崩落しており、道も閉鎖されている。積雪で立ち往生した、SL ・吉シツ号を、SL ・静か号が助けに来たことから、吉シツ水道の愛称がついた。現存する日本最古の鉄道水道。 超薄川橋橋脚蒸気の水道と同時期に建設された橋の橋脚部分。橋自体は架け替えられて新しくなっている。現存する北海道最古の鉄道橋脚。アイヌ時代はワオシレート、ワウシリと呼ばれており、青葉との飛来する島として知られていた。江戸時代、塔の前がおたるない場所の漁場となり、受け置い人の名を取ってエビス島、また、 安政三年に、弁天の祠が置かれたため弁天島と呼ばれるようになった。しかし、文久元年、弁天は嵐で流出してしまう。昭和の初め頃まで島に、楓の大木が一本章へおり、青葉との休み場となっていたが、昭和22年の大火で消失してしまった。昭和後期に、コンクリートの護岸工事が行われ、島と陸続きになっている。 昭和末期まで島の周辺は、ハリウス海水浴場として夏季は賑わっていたが、鉄道に引かれる可能性があり、危険ということで閉鎖され、現在は、漁師の私有地を通過しなければ、島に来ることはできなくなっている。化石岩、ゼハ、ハルウスより商業て海岸の岩なり。この岩に、銅、利子者、諸品何かぎら、随士と化けす。誠に、 奇岩に行座工事安政元年に、函館奉行に同行した、ヨダジロ助スケは、ハルウスの化石岩として、上記の伝説を記録している。長ウスの青葉と、長ウスに、何でも、反対のことをしていた子供の青葉とがいた。親が死ぬとき、墓ではなく川のそばに埋めてくれと頼んだ。親場とは、そういえば、反対側の山に埋めると思ったからだ。しかし、小場とは、 死ぬ時くらいは、親の言うことを聞いてやろうと思って、川のそばに埋めた。雨が降る季節になると、親が流されないように、まおまおと泣くということだ。ピリカメの子、若者が、アイヌのピリカメの子と恋仲になり、嫁入りすることになったが、若者は、戦争に行ってしまう。ピリカメの子は、毎日春牛の海岸に出て帰りを待ったが、 若者が帰ってくることはなく、ついに受水して死んでしまう。このピリカメの子が、若者と別れた初夏になると青バトに化身して、ワウワウと泣くというのである。おさよと聖吉、おさよという娘は、超薄弁天の祭りで聖吉という若者に、出会い恋に落ちた。しかし、聖吉と別の娘との縁談が先に決まってしまい、おさよは、縁談のきっかけとなった。 超薄弁天を激しく呪った。その執念が実ったか、大嵐で超薄弁天の祠は大波に、飲まれてしまう。しかしほどなくして、聖吉も病死する。おさよは呪いを食い、受水して死んでしまった。このおさよと聖吉の地蔵堂は朝里川川口の太平山の神社に併設されている。ありがとうございます。